高度重機関銃の略称は1998年にロシアが正式採用した合計1 2 7ト、mm、ルの重機関銃である。ソビエト連邦時代には NSV 重機関銃が車載用の1 2 7ト、mm、ル重機関銃として使用されており、その生産工場はカザフソビエト社会主義共和国に存在していた。しかし、 1991年のソビエト連邦の崩壊でカザフがカザフスタンとして独立するとロシアに対する NSV やその部品の供給が滞り稼働率を維持できなくなってしまった。これに対処するためロシアのデグチャリオフ設計局は新型の不評支援、車載、対空用1 2 7ト、mm、ル重機関銃の設計を行い1998年に 正式採用された。コードの外見は前任の NSV に似ているが、ボルトのロッキング機構が垂直ティルト式からロテーティング式に変更されたり、ガス圧作動機構が変更されるなど内部構造が変わっているほか、反動軽減用のマズルブレーキが装着されているのが外見上の大きな特徴である。重心も加熱に対する耐久性を増している。 これらの改良によって NSV に比べて反動が軽減されたため高い命中精度を有し遠距離狙撃能力も高められている。それでいながら作動機構は高い信頼性を有している。1 2 7ト、mm、ル口径の重機関銃としては珍しく三脚は 必ずしも必要ではなく、いてが二脚で据え付けた本銃を、重傷を肩に当てた姿勢で射撃することが可能である。銃本体、または二脚付きの本銃を一名で持ち運ぶことも不可能ではない。さらに、実効性には疑問符がつくものの、二脚付きの本銃を腰だめ姿勢で射撃するデモンストレーションの映像も存在する。 アルバレット DM に搭載されたコード 6P49。マズルブレーキの代わりにラッパ形状のフラッシュハイダーが装着されているコード 6P50 機関部上面。ありがとうございます。